はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、いよいよですね、全力学園高校が配信となりましたので、早速やっていきたいと思います。投手でやっていきます。で、まあ、ただ全力高校はね、アプリの方でそんなにやってないんで、ちょっと立ち回りとかが、少し手探りにはなってしまうんですけれども、基本的にはデッキは、練習は固めた方が、いいと思います。まあ、変化球で固めていくんですけれども、コントロール上限アップがね、まあ、今のところちょっと、角ちゃんくらいしか、いないので、まあ、彼女キャラがね、最悪入れなくてもいいっちゃいいんですけど、まあ、今のところちょっと角ちゃん入れてコントロール上限アップを、狙っていきます。と、変化球要因では、帽子なし物産、虹谷、鳴海、神楽坂くんという感じになっているんですけれども、物産で精神稼いで、まあ、あとは変化球でしょ。で、技術ボーナスが基本的にある人たちなので技術も大丈夫と、あと一応ね、筋力もちょっと欲しいなと思いまして、筋力要因として暁守くんを入れてます。まあ、一旦この編成でやっていきましょう。で、一応その左上のね、 10% のゲージみたいなのもあったりするんですけれども、まあ、それはちょっとやりながら見ていきますか。そう、みんなのね、やる気があるんですよね。で、一緒に練習するとやる気が上がる。で、全員がなんか絶好調のやる気だと練習の効果が上がったりするんですけれども、まずぐっさんと練習してコツを回収しよう。練習だったけど、で、ちょっとね、マイナスイベントが起こると左上のゲージが上がる、体力が減ったり、まあ、やる気が下がったりといったイベントですね。まあ、あと練習してもそうか、練習しても体力下がるんで、あと絶不調の人と練習するとその人が怪我するんですけど、その代わり、ゲージが上がると。そこら辺のバランスをどうしていくか。まあ、最初はでもあれだよね、上げてっていいよね、評価を。ちょっと体力削るイベントとかも割と悪くはない、まあ、いいかって言われるとどうだろうね、よくわかんないけど。で、神楽坂くん、勝ち運取れるかな、これ16くらいだったら取れそうだよね。そうだよね、取ろう。リリースは無理だね。じゃ、ちょっとやっぱコツはでも欲しいんで、やっぱり回収して打率強さ、そう。あとね、今そのサクスペで出てるキャラ的に、あ、ここは、あ、虹谷か。あ、この人死にそうだね。ちょっと体力がないからな。精神ボーナス要因がね、ちょっと足りないんですよね。野手もね、少し考えたんですけど、どうしてもね、精神持ちのキャラがいなくて断念しました。あー、ここね、評価上げたいんだけど、この2人をね、見殺しにもしたい。ただお守りを持ってきてないっちゃ、お守り持ってきてないんで、ちょっとやっぱり彼女評価を気にしていこう。ここぞという時の練習のためにね、ドリンクを持ってきてるんですよね。勝ち運、ここで、そうか、手に入るのか。あ、虹谷、ここで死んでもらうか、虹谷には。あと渡部くんで怪我して、怪我1人につき15かで、 100% になるとなんか全力練習みたいなやつが、できるようになります。で、全力練習7回起こすと、ていうかゲージを7回貯めると金徳が手に入るんですよね。だからある程度それもね、狙ってはいきたいんで、不屈には死んでもらうか。だから、そのね、ゲージの上げ方も気にしていかなきゃいけないんですよね。で、これ体力減るよね。よし、これで充電完了、1回目で経験点がプラスされますというとこなんだけど、まあ、ちょっと角ちゃん上げとくか。
そう、微妙に足切ってもらえるのかな。で、結構ね、いろんなシステムがあって、監督来ました、で言霊手に入れました、まあ、使うとね、いろんな効果がありますというところなんですけど、これ別にあのゲッ光ってるからといって死なないわけじゃないんで、普通に怪我するんで、これ美味しいよな。でもここで使うのはまだもったいないよね。そうだから、この全力ゲージの時になんか言霊使ってさらに経験点を底上げしていくっていうのがセオリーなんですけど、ただ鳴海がまだ乗ってないんで、いやこれ美味しいけどちょっともったいない、もったいないっていうか試す価値あるか。でも 30% だったらやってみよう。全力練習いったー点火球レベル上がりましたと。でこれどっちがいいんだっけ。おおおお、でちょっとさすがに死にそうなんだよね。さすがに死にそうなんで、これは寝るか。精神って特に何もないよね。でもすでに持ってるんだよな。真ん中にしとこう。ちょっとゲージを上げつつ、これも上にしておこう。いいやつで、メンタル人がいるね。あとね、監督の評価もマックスにすると金徳もらえるんですけど、大体ね、ダブルタック、まあ、虹谷が乗ってないんだけど、こういう時悩むよね。ちょっとやっぱりちょっとダブルタックやりたい。体力の管理をどうするかだよね。めっちゃゲージ上がるし、これさすがに死んでしまう。でここでまた体力減るからゲージは増える。で変化球、あ監督もいるね。っていうかさ、でめっちゃすごくない？もう変化球溢れそうなんだけど、すでに。どうしようか、まあ、普通にちょっとカーブから覚えていこう。で7にしていきます。でここはもうこれ一択だよね。でそう、監督が言霊をくれます、練習すると。でここは食べて体力を回復して変化球中心になった。全力練習はできるけど、まあ大してあれだよね。でワンタックだったら監督追いたいけど、角ちゃんも追わなきゃいけない。ちょっとこっち、もう2回くらい多分やんなきゃダメだよね。これは食べる。よし、体力回復。でここは臨床ポイントをもらいに行きましょう。よし、キレをね回収しなきゃいけない関係上。でワンタック、ワンタックで角ちゃん乗ったか。じゃあ監督、基本はねやっぱね監督を追ってった方がいいらしい。一流は一流を知る。脅威の切れ味は神楽坂くんからもらってるんで、よし告白、まあ間に合ったっちゃ間に合ったけど、コントロールはねちょっと上げらんないよね。コンコツが来てるわけじゃないんで、まあ、これはおまけ程度。これはこれ、それはそれ、それはそれ、これはこれか。一流は一流を知る。不調の人がいると経験点がいっぱいもらえますみたいな。あ、そうそう、こういうやつとかね、練習経験って 60% アップとかいいよね。タックが一気に重なった時とか使うとかなりの効力を発揮すると思うんだけど、ちょっと練習するもんがねえな、練習するもんがないんで、
最初のつむちゃんのデートを終わらしちゃおう。こういう時にやっておこう。あとコントロール上限アップのキャラをどうするかだよね。これはダメ。なんかそれだにするとたまに監督の評価が下がるんだよね。監督の評価が下がるって結構致命的なんで。で虹谷にまた死んでもらうか。あーでもここも神楽坂くんに死んでもらってもいいかな。でもダブルタックか。監督評価が結局これでね上がんないんだよね。あと守くんが来る可能性があるからリリースは掴んでおきましょう。ほい。よし、これで2回目。どのくらいのペースでいけばいいんだろう。よし、タイピング掴んだんで、これなんだっけ。少し休もうでいいんだっけ。なんか何回目だったか忘れちゃったよ。でいや微妙だな。だったらコツ欲しいよな。で監督も悪くないよな。悪くないっていうかやるものがない、そもそも。いやこれもいいっちゃいいんだけど、ちょ監督だな。道理が引っ込むみたいな。笑顔にしよう。で体力全開してタイピン掴んだんで、ここはタイピンは回収しましょう。4打たり強さもなんかいいかな。回収してで言霊ちょっと見る。怪我率ゼロか、ま、次回復できるっちゃできるから、まあこれはここでいいかね。監督はいるわけではないのでタッグをやっていきましょう。つのちゃんこれさ、お正月来てくれるかな。ちょっと評価乗ってなさそうだよね。もう一回くらいなんか練習しないと。評価が足りなそう。お守りがないからね。これは食べさせてあげる。なんか評価上がりそうだから15か。よし、いいんじゃん。でまた監督を基本的には追っていきますけどいないんで、虹谷コツ、よし、たくさん掴んどこう。でこれ大丈夫でしょ、もう。で走り出したか。走り出したっていうかもう2回目か。球速上げていくか。これはどうなるんだっけ。あ、別に普通。ちょっと球速を上げます。そんなに上げられないかな。144までいく。全然いかねえわ。変化球、カーブは7。じゃあスライダーで練習的には監督がいるけど、ダブルか。ダブルが来た時にどうするかだよね。やっぱりこれはでも通常の単なるダブルタックだったら、まあ、もしかしたら捨ててもよかったかもしれないけど、全力ダブルだからね。やっぱちょっと目先の経験ってこれやってるとね、監督の評価やっぱ足んなくなるんだよね。喧嘩か。喧嘩は結構減るんだよ、いろいろとゲージが上がるけど。あとね、もちろん自分が怪我してもあのパーセンテージは上がります。なんていうのこれ、全力ゲージだからよくわかんないけど、ちょっとデートしとこう。でここも買っときますか。そう、こういう系がねゲージの上げどころだよね。
これはなんだ。で、コツ、コツ、監督がいる。すげえ、でも全然強化足りてないよね。球速コツはでも欲しいよ。タイピンは取ってある。球速コツだけちょっともらっとく。よし。ホコリが出るみたいな。ちょっとこれで144まではさすがに上げられるかな。上げらんねえ。いいや、ちょっと140まで。いや、待って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 、球速コツが来るかもしれないから置いとこう。監督1のワンタック、これは捨てていいと思うんだよね。ワンタックを背に腹を変えられん。でここはもう手元取っとく。よし、もう手元になった。一応ゲージもね回収できるからね。これは死んでしまうな、確実に死んでしまうから。まあ体力を全開にするっていう意味でもデートを進めておきますか。これでバレンタインがプラスされて体力全開でしょう。でこれは下、これでまあ前回にはならなかったか、しょうがない。で 96% か。監督がいるわけではない。球速をよし140、とりあえず144で言霊なんか4つしか表示されないのか。下に行かないとダメだね。背に腹であれか、体力が減って一流は一流を知る。これ結構いいコンボにはなりそうなんだけどな。一回ちょっとこれしよう。これでそう、爆弾手に入れてもね結構ゲージが上がった気がする。結構諦めて、あーこれはここいいね。ここも人はいっぱいいるけどね。でもワンタックなんだよね。タックがこういう風に重なって、こういう風にっていうか人がいっぱいいる時に重なってくれれば嬉しいんだけど、そうはならなかった。ダメ元、二者択一。さてこれで山口くんのイベントは終わったかな。実際イベント終わって一応先制ストライクが取ったか。なるみ、ちょっと微妙だな。全てにおいて微妙だな。3あればいいかな。とりあえず今はちょっと監督評価に走ります。牽制飲まれるな。休息、お腹減ってる。でまた監督をちょっと追っていきますか。なんか使う、残っちゃうんだよね、あんまり使わなさすぎても。逆境ゲージが上がるっていうのも結構いいんだよね。チームメイト評価、そ二者択一はね経験点手に入るんだけど15か。モテモテ持ってるっちゃ持ってるんだよな。これ使うか、誇り。逆境ゲージ上げとこう。で 30% の監督、1周につき1回しか使えないからね。パルス、うお、ゲージが。これはこれは欲しいにしとくとどうなの。あー体力が回復か。いらないになるとゲージが増えるのかな。まあワンタックではあるけど監督もいるしね。 66% か。まあ無理に上げる必要もないんだよな。66か。これででも一気に持ってけんな。やっちゃおう。
ぽい。今何回目って書いてあった？ダメ元。背に腹は変えられない。これは9位でよくない？どうだ、体力回復した、やった。何もタックが来てねえんだけど、こういうの悲しいよな。いや何がいい、もう普通に監督評価上げてこう。敵を知り己を知り、これでマインドブレーカーも OK。あ、根性手に入るんだっけ。あ、でもこれ失敗したり成功したりするんだよね。まあ、そんなわけで少し金徳系を抑えていく。ゲッ、キレがないで、ドクター系はじゃあもう取っちゃいましょう。でバント封じもまあ3で取るし、マインドブレーカーは敏捷を使うで、先手筆奪も取っておく。こんなもんか。さてそこから今 0% なんで、ちょっとまずねパルスを正して体力を回復させて、で背に腹使ってやる気下げて一流は一流を知る、これをやろう。だまずはパルス、これ全員普通になるんだよね、やる気が。で爆弾も取れました。で人が少ないところがいいんだよね、やる気を上げたくないんで。というわけで監督、一流は一流を知る、これは対抗しとく。どうせ回復するからね。でこの歴史が残るみたいなやつがめちゃくちゃ経験点上がるんだよね、 80% アップ。ただ体力がマイナス50になるんで、その時のためにドリンクを持ってきたという感じになってます。でここでだから背に腹使うでしょ、これでみんなのやる気が下がって、ちょっと監督評価また上げときたいからやって、でこれで金得100いくつ、160とかだった今、170で、ここはどうすりゃいいんだっけ。これ自分のやる気は上がったけど、でこれみんなのやる気は下がってるんで、ここでなんていうのあれを使うんだけど、ちょっと経験点をまたさばきたい。コンコツも来てない、コツが大してきてないね。ちょっとシーマ投げてくる、なんとなくスライダー、まあ、溢れはしないと思うんだよねさすがに。じゃあこれ一流は一流を知るほい、156、300、600くらい手に入ったか。でもでなるみのコツは大していいのないからね。でこれで175でしょ、175であれか言霊手に入れたんで、それがこれ勝利の星。ただ現在175、200まで上げないといけないからね。グッサンか、どうしようかな、デートしとく。ほい、なかなか難しいね、どういう風に選択肢を詰めていけばいいのか。でコッツ、なるみ監督がまあいるっちゃいるね。これあれ使ってみる、なんだっけあのダメ元で、そうするとやる気がマイナス2になった人たちはあれがまたあるからね、一流は一流を知る。あでも背に腹もあるのか、体力がなあり余ってるからな。どうしよう、でもみんなにまたやる気普通だな。
ダメも、いやーセリハナ結構もったいないはもったいないんだよね。 55% か。やる気が減るってことはゲージが上がるからね。いやセリハナ使おう。で練習します。飲まれるな。で結局ねゲージが溜まりきっちゃうとねみんな絶好調になるんで、でここで一流は一流を知る。ほい、いくつある？144か。まあまあまあ悪くない。で本当にいいのこれで、ね、よくわかんねえんだけど。根骨がない。根骨がスライダーも7になりましたと。でコツが欲しい。虹谷か。虹谷は回収しときたいね。ダブルタックではあるんだけどちょっとやっぱりここはコツで、言霊はさっき使ったんだよね、だからダメ。コツを回収しに行きます。ここは練習かよ。てかキレも欲しいのよ。キレもキューパーか。あいつが私服が死ぬね。これも使っとかないとね、もったいないからね。ダメ元使ってみる。使いどころがマジで分かんねえ。あれなんかみんな燃え出した。ナルミが死ぬなこれ。まあいいや、死んでもらおう。まだか 99%。 ワンタック神楽坂くん、ここ死亡者がいこれまたさ、一流は一流を知るがあればさ経験点になったけどないんだよねさすがに。でけっ、あそっか、これか、これもあんのか、使っとかなきゃいけないやつ。これ使ってみるよ。で 0% でしょ。で練習しよう。ほい、これ全力ゲージは一応溜まって、キレありがとうやった甲斐はあった。で体力が減るイベントは今回経験点に変わるから、体力がない、体力ないんだけど、こういう時にさ体力回復のやつ使えばいいんじゃない思ったんだけど、もう使っちゃったけどさ、ダメ元しかない。ちょっと一応全力を見る。どう、大したことねえな大したことない。あで監督はね、あの最後までいないんで、それも見据えてちょっと監督評価上げていかなきゃいけないんですよ。かといってこれドリンク飲む案件じゃなくね。一旦もったいないけどデートする。じゃあデートでどれくらい回復したっけ、最後のスノちゃんデート。ほい63か。まあまあまあ結構回復するね。あこれ飲んでも飲まれるな。なるほど、でで1人か。サンタックとか来てくれればな。虹谷か。ちょっとここまた虹谷優先します。あキレキレ掴んでね。しまった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 、危ねえ。ゲー打たれた別にいいけど。で監督は195。一回練習しとこう。確実にいこう、確実に。でダメ元使おう。回復する。でキレを回収しておきますか。ほい、で今日の切れ味も取っちゃおう。ちょ溢れそうだから B まで上げとく。てかこれ S1 いけるか、コントロール上限。まあ、いやちょっと監督怖いんで、これで所詮男は1人。6月の1周でいなくなるって ちょうどよ、ちょうどちょうどだでまたどうしよう。
でもゲージだけ上げていこう。どん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 。で体力回復しておいて、全力ゲージ自体はこれ最後まで行くんで、でいいや使っちゃおう。それはそれ、これはこれ、もういいけど、インターのやる気が上がる 67% だから40上げなきゃダメだから、飲んでも飲まれるのを使おう。ここで6回目、結構ギリだな。行くか行かないかすっげえ微妙。こっちくれ、よし、これで急速上げていこう。結構手に入んな、2自体に急速を上げていきますか。152で、なんだかんだでスタミナがない。まあいいか。でこれすげえでかいタックは来てないよね今んとこ。体力ナッシングだよね。体力がナッシング、体力ナッシングの状況どうするか。これとかも使ってないからね。所詮男は1人。ゲージが上がるのか。不屈の魂どうと思う。ちょっと今のうちに使えるものは使っておく。で寝るか、寝よう。ほい、どうするこれ。とりあえず打ってこう。よくわかんない、ここのチーム状況がよくわかんないんだけど。これなんかすげえ微妙だな。技術が今のとこちょっと足りてない。スタミナ D でいいや。普通の魂ドロー。ミスターゼロも結構使うね。技術が一気になくなった。勝利の星、先に勝利の星取っとけよかった。ミスターゼロちょっと外そう。勝利の星の方が重要。よし、これでいきましょう。とはある。犠牲フライ。こいつはバランスがいい。こいつはパワーがある。あ、大打か。俺変えられたな。そんなにスタミナがあるわけじゃなかったからね。神楽坂くんになってた。でちょっとマジやることねえな。言霊がここで。ただ角ちゃんの評価を下げるのアホらしいかな。それはそれ、これはこれでもやっとく。ちょっとでもゲージを上げとこう。今のとこ甲子園行くとね、なんか変な結構いい言霊くれるから、そこで一気に上げられるっていうのはあるんだけど、これにしよっか。で全力悲しい。守るくんのワンタックか。だったらちょっとメンタルでお茶濁しとく。全員のやる気に練習経験点 60%。 まあ、これにしとくか。で、なんかいいのある？ない。そう、2人いないと多分全力にならないんだよね。そう、これも1人だから。じゃあいいや。使った意味ねえな。あ、そうか、日の出か。いや、ちょっと待って、ドリンク余ってる。
筋力、スタミナ、スタミナ C にしておく。いやちょっと待って、精神が怖えな。コントロールも上げなきゃいけないからね。でも守君入れてるだけあってやっぱり球速は伸びるね。全力学園先制のチャンスを迎えました。ノーアウトランナー二塁という場面。高田君さ、なんか大した投手能力じゃないんだよね。普通って感じ。フォークとドロップカーブか。投げました。見送ってストライク。第3球。まあ伸びはあるけどね。危ない球。球速も別に150あるわけじゃないし、投げました。そんなに強いとは思えない。全力学園ダメ押しのチャンスを迎えました。強い。ワンアウトランナー一塁二塁という。何者だ。何これ。全力の本当にいる人？パワーヒッター威圧感とかさ。何こいつ頭おかしいんだけど。超強い。第4球を投げました。じゃめっちゃ振り遅れたけど。パワーで無理やり持ってったな。4番が異常に強いんだけど、一般人で。これでなんか増長しているみたいな話になって、なんか手に入るんですよ、ね、増長もよしみたいな。で体力も減るし、逆境ゲージも上がるし、 69%。どこで言霊使う？ここまだそもそも誰もタックが来てないから、言霊使う必要もないと思うんだよな。結局全力練習って2回じゃないですか。だったらちょっとここはそのままにしておいて、まあ、筋力ポイントもらって、逆境ゲージ上がるんだ。おい、タックが来ないんだけど。どういうこと？え、マジタックが来ないんですけど。あと2回でしょ、結局練習するのって。これ結構すごいっすよね。怪我率0、やる気プラス3、ゲージ40。いや、どうしよう、何をしよう、何をしようっていうものがないんだけど、ここやっとくか。じゃあ、はい、で次ドリンク飲もう。もうこれもう飲むしかないからね。飲んで負けるみたいな。コントロール100にいかなかったか。まあいいや、ちょっとコントロール足りねえ、じゃなくて技術が足りねえ。だから後イベで今回守君入れたじゃないです か、 だかそこをまともとかにすると多分技術は足りたんだよね。3回そうするとね、筋力ポイントがどうしても不足しそうだからな。全力結構強くね。味方が悪くないんだけど、能力的に悪くない。新屋敷こいつ弱いんだよね、意外に。ちょっと独身術くれるっちゃくれるけどさ、今後独身術をくれる強キャラが控えてるからさ、レイリーさんという。ちょっとどうしても新屋敷欲しいかって言われるとそうでもないんだよね。なんかさ、マジでタックが来ねえんだけど。もう飲むしかない。じゃあ飲んでちょっとゲージ開けといて、これで7回目。いや、しょぼ、全体的にしょぼいな。ちょっと技術が欲しい、ちょっとでも。コントロールは102にしておく。
と必要なのは超尻上がりか。神楽坂くんがね、尻上がり持ってるっちゃ持ってるんだけどね。一応オッケー、ミスターゼロ取ってね、取ろう。手応え、ちょっと変化球ポイントが余った時のために。あれ最後角ちゃんって何くれんだっけ、コツなんか忘れちった。投手手応えだった気がするんだけど、違ったっけ。お待たせいたしました。全力だけ。内村は弱えな、足早いけど。ノーアウトランナー一塁二塁という場面。初球出てた、ボールはライナーで左中間へ。全力だけ一点入りました。超弱い。ピッチャー角井、ボール、まずは外角。力配分されてる。第2球投げました、低めボール球打った。全力だけ点が入った。4点に広げます。やべ絶好調、投げた絶好調。初球打った、レフト下がった、クリーンヒット。やっぱ足速いよね、リードを5点に広げます。今更だけどさ。第9、ストレートはボール。第2球投げた。昔のパワープロはさ、矢部くんもドラフトに選ばれてたけど、最近なんか選ばれてないよね。第9投げた、初球から打ってった、取りました。これで2アウト、ランナーは。こいつ超強いやつ。第9投げた、もう亀や亀谷、知らない、どっちか。第2球投げた、完全に外れた、ボール。投げました。マジで異常なんだけど。全力学園追加点のチャンスを迎えました。ワンアウトランナー一塁二塁という場面で山根、まあ、点はちょっと本当に取れる時に取っておく。何が起こるかマジで分かんないからね。突然大量失点することもあるから。さて最後なんかいいの来てくれよ。そう、ディレイダウン取りました。で全力練習があるっちゃあるけどなんでみんな変化球練習に来ないの。これどうする、筋力あり余ったね筋力キャラいらなくてもよかったか。これだったらまともの方がよかったかもしんないね。まともはまあでもそうか、まともも結局不確定か。守るくんも不確定だし、じゃあどうしよう、こっちだな。あ、それ練習アップ使えばよかった、もったいなかったな。じゃディレイドアーム取れる、経験点的に。言霊しまったね、最後これでも使っておけばよかったね。せめてこれやると死んじゃうから、やっぱタックが重なった時にね、あれが打てるかどうかなんだよね。フォークでも覚えとくか。技術不足だ、筋力だけやたらあるけど、この筋力どうすればいいの。とりあえず弾道2にしとこう。技術がないからパワーも上げられないんだよね。球速上げると本当に技術がなくなる。なんか筋力溢れそうな気がするな。まあいいや、溢れないか、いや溢れそうだなどっち。ちょっと守君はもしかしたら見直した方がいいかもね。守君入れてもいいけど、いやでもそうすると他にでもじゃあ誰入れるっていう、誰外して誰入れるっていう話になるんだよね。無敵君はねなんか変な球投げてるの、ここ球だっけ。いや俺ちなみにこれ全然知らないんで、元ネタ的なやつ。そう、しびれるんだよね。打ち損じるとしてもしびれるんだっけ。初球打球は全力学園1点入りました。山根タイムリーツーベース。全力学園なおもチャンスが続きます。第2球投げました、打ちました、ショート正面、アウト。セリいきなり点取られたな。さあ勝ち越しのチャンスを迎えました。ミートエース、ワンアウトランナー2塁という場面。板垣初球を打ちました、ワンバウンド、ヒット、ボールが点々と。俺はもう変わってなかった、ダイト出されたし全力学園そりゃそうでしょ。1点が入りました。4対3、初球打った、ヒット、センター前ヒット。やべ、正規ナイスバッティングです。全力学園お前がヒーローだ。初球引っ張った、スタンドに入りました、ファール。投げました、スプリットはボール。外角へ。スタミナは完全に消えてるけど、
根性持ちかこいつ。投げました。打った当たりだ。ワンバウンドヒットになった。やべえを甘く見たな。スタミナのない状態で投げてくるとは。下腹しびれてる。さあここは勝負するか、それとも満塁策を取るか。第2球カーブはボール低め。第3球を投げた。これは確実に1点。ボールは中継。山下センターへの犠牲フライ。新屋敷全然打てねえな。点追加6対3。第2球投げた。もう振ってこ。打ったライナーだ。新屋敷さあ来た。リングを見せました。我らの神谷くんゲーダメだった。ちょっと筋力余って技術が足りなくなったね。そこは改善ポイントだね。ミスターゼロがあるから先発できますか。手応えの方か。まあ、これでも9700出るからね。いやもっとあの 80% とか 60% をちゃんと使ってれば普通にもっと経験点はいったと思うんですけど、そして筋力が余りすぎてるんですけど、ディレイドアームを取らなきゃ。これも取ってねえや。ディレイドアーム取れるギリだな。なくなった技術がなくなったわ。変化球ポイントが余ってるんで変化球上げられる？上げられんね。手応えってせっかく取ったけどさ、取れるわ。コツをくれたおかげで取れた。ちょっと本当に筋力余りすぎたな。怪我しにくさ。体当たりでも覚えさせる。いや余りすぎた、本当に余りすぎたわ。あ SS199。 えあとなんかさ取ればさ SS1 になったんじゃん。筋力が余ってなければ SS1 にいったかもしんない。で技術が足んなかったんだよ。そうだから根性の骸骨は取れるんでまともにしてみよっか。じゃあ次は守るくん外して、ちょっとこれはこれでいいや、 OK にしとこう。でこいつどうしようかな。 SS かなんだかんだで名前つけておく。じゃあって言ってもコントロール102みたいないつもの名前なんだけどさコーン102みたいな。はい、注入れておきましょう。おお、そうだね。やっぱ多分200いくと SS1 に届くのか。というわけで、まあ、やっぱり金徳の数もね重要になると思いますので、最高で3つ、シナリオ金徳が取れますので、まあ、それはできれば取りたいよね。やっぱり特に勝利の星とかね、かなりいい金徳なんで、まあ、勝利の星取って、で不屈の魂取って、ディレイドアームがね結構重いんで、あとディレイドアーム7回なんでね、監督の評価は基本的に監督を追っていけばいいと思うんですけど、全力ゲージ7回っていうのもね結構厳しいんで、まあ、ディレイドアームはもしかしたらちょっと、取れない可能性はあるんですけど、監督はねぜひ200まで追って金徳2つは確保していきたいというところですね。あと今回ちょっと守君を入れたのは、まあ、もしかしたらちょっと失敗だったかもしれないんですけれども、まあ、全然ねこの試行錯誤の段階でこれだけの選手が作れますので、まだまだ全然伸びしろはありますということで、今後が楽しみなサクセスになってます。そんなわけで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。